イスラエル戦のスタメン。大畑さん試合連続は避けたいやろ。誰かおらんのか？スリーバックでもいいんちゃう？センターバックが休めなくなるが。割り切ってもっと休ませてもいいんじゃないか？左サイドバック派にしよう。山本休ませて上中。今は後半も出すなよ。完全休養でいいよ。あと高いもな。マリ戦で荒木の状態が気になった。この試合で状態を上げてほしい。上中センターフォワードでもいいな。それだと山本が休めない。上中は山本と交代のがいい。消化試合みたいなもんだから全員入れ替えでもいいだろう。